どうも大輝の器チャンネル奥田大輝です。どうも皆さん、今日は悔しいです。今日も非常に悔しい、もうね、非常に悔しい思いをしています。今日ね、もうちょっと一言だけ、ちょっと今日はですね、フリートークの水曜日、フリートークの日ですのでね、これを利用してね、一言だけ物申させてください。物申したい。ここ滋賀に物申す。おい、ここ滋賀と、日本橋ここ滋賀、はい、滋賀県のね、もう待望のアンテナショップですよ。もうね、しがらきからも何人もこの、なんていうんですか、お手伝いや支援に行ってですね、今非常に盛り上がってると、たくさんお客さんが来てると、滋賀県にとってはいいことです。はい、でもね、ちょっと一つだけここ滋賀さん、ちょっとね、お願いというか、はい、お願いします。これだけちょっと聞いていただきたい。私ですね、大輝の器、水金靴、陶金を売っております。で、この陶金、ここ滋賀さんにも、はい、置いていただいております。はい、ね、置いております、ここ滋賀さんに。そこなんですけどね、この前、ここ滋賀に行ったですね、友人から、あ、置いてたと、写真が届いたんです。で、あ、水金靴置いてんねやと、もうね、皆さんのフェイスブック上げてるところで水金靴確認できたかで、まあでもね、置いてんのかなと思って、あ、置いてんの、ありがとうございましたと思ってね、ありがとうございますと、置いていただいてと思ったんですけどね、俺送られてきた写真がこれなんですよ。これ、はい、見えますか皆さん、これですよ。古陶金が、この棚の上に置いてるんですけども、これじゃあここ滋賀さん分かんねえよ、水金靴分かんねえよ、絶対に視線入らへんや、何か絶対分からんもん、これもう分離さして置いちゃってるもん、ここ滋賀さん絶対に分かりませんよこれね。いや、まあ分かった、あ、ここ滋賀さんにとったらね、あまたある商品の中の一つね、数ある商品の中のこれ一つで済んで、なんて言うんですか、全部が全部ね、手に回らない、全部が全部、その全部に全部ね、いいところ場所確保できない、これよくわかります、それはそうでしょう、小売センターそうと思います。ただね、もう水金靴なんですよこれ。じゃあもう何、ちょっとあまりにもどうですか、ここ滋賀さん、もうちょっとどうでしょう、いただけないでしょうか。たくさんの商品ありますからね、ここ滋賀はね、いいところです、はい、滋賀県の商品がたくさんあります。だからね、なあ、僕のだけで特別扱いできませんよ、それもね、皆さんやっぱ力入れてるとこいっぱいありますから、はい、力入れてるメーカーの方とかね、滋賀の産地のね、方いますからね、それに比べてこっちのね、働きが足りないんだろうって言われたら、おい、奥田大輝、お前の働きが足りないんだろうって言われたら、その通りかもしれませんけども、水金靴、これじゃあ分かんねえよ、ここ滋賀さん、ここ滋賀さん、お願い、もうちょっと考えてます。視聴回数が十数回のこの大輝の器チャンネルで言うてもしょうがないのかもしれませんけども、今日はね、もうここ滋賀にね、一言だけ、これじゃあ水金靴だって分かんねえよと、もう少し考えてくんねえかなと、ここ滋賀さん、ね、ここ滋賀さん大好きです、日本橋にあるここ滋賀、皆さん行きましょう、ここ滋賀に、はい、東京方面の方で、水金靴、大輝の器の陶金、古陶金ね、これと微小陶金置いてます。見れるのはここ滋賀だけです、はい、ここ滋賀に行っていただければ、なんせ一切流通今のところしておりませんので、ここ滋賀に行っていただければ、見れます。ですんで、ここ滋賀に行ってですね、ここ滋賀のスタッフさんに水金靴見せてくれと、陶金見せてくれと言ってください。果たしてそれで通じるのでしょうか、それも心配です。しかしこれ、皆さんお願いします、ここ滋賀さん、もし伝わったのであれば、もうちょっと目のつくとまでは言わないです、せめてこの陶水器を上に置いてですね、水金靴ですぐらいのですね、ポップぐらいはつけてあげてお願い。これじゃだって絶対に見た人、水金靴とか何なのこれって分かんねえもん。まあね、そこら辺がね、この僕が作ってる水金靴、陶金のね、まあ、弱点っちゃ弱点なんですよ。やっぱね、小売さんで置いた時にわけわかんないんですよね。で、じゃあ小売店舗がね、そんな僕のだけね、うちの水金靴だけをね、こんな PR とかね、店舗で説明できるやつはできないって、それ分かります、店ですから、お店ですから、そんなことできない。だから私コツコツね、事務所ギャラリーと、ホームページでやってるんですけども、はい、だからね、こういうのを致し方ない、ね、ある意味厳しさを知ったなと思うんですけども、しかしここ滋賀さん、だから私は YouTube を使ってあえて言います、ここ滋賀さん、もうちょっとお願い、水金靴と分かるような展示の仕方をお願いします。本当にすいません、これでも結構真剣にやってます、命をかけて水金靴作っております、はい、ですから、ですんで、ちょっとそのあたりをですね、あと、ここ滋賀さん、いや、もちろんここ滋賀さん頑張ってくれてる、はい、
さっきの続きでございます。すいません、最近よく、YouTube 撮ってる間に電話が鳴ってきます。すいません、ココシガさん、もうね、こう頑張っての分かってますから。ココシガは日本橋です。日本橋ですね。大阪は日本橋、東京は日本橋、もう銀座ですよ。日本橋行きましょう。はい、パトレイバーザムービー2って、あのね、首都決戦パトレイバーの2ですよね。押井守の、アニメ版、あそこでミサイルを撃ち込まれる日本橋のあるところです。それでは皆さん、すいません、今日はこれでおさらばしたいと思います。ココシガさん、お願い、せめてポップと上につけて、それだけお願いします。それでは皆さん、さようなら。東京の人はココシガに行って、うちの水金窟を見てください。ココシガは東京は銀座日本橋です。さいなら。